お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。昭和最後の村西徹でございます。ようこそいらっしゃいました。お名前は？あなた様にお伝えしたいことがございます。こちらのお嬢さん、なんと10個もナイスですね。7文字のおつながり、ワンダスティック。こちらは強敵撃破エクスタシー。コトタマン2周年今ならもらえる。村西さん入られます。お待たせいたしました。お待たせしすぎたかもしれません。終わりました。じゃあ行きます。よーい、ドン。こちらのお嬢さん、なんと10コンボナイスですね。私の今回の撮影に関するところの意気込みといったものは、最高すぎます。こちら強敵撃破ワンダス。こちらは強敵撃破ファンタスティック。いいですね。ここ横映像にすればいいんじゃないの。こちらは強敵撃破ファンタスティック。ファンタスティックファンタスティックファンタスティック。ありがとうございます。私あのカメラでいつも撮影しておりますとね、自分の頭の中でこう編集をしながらね、その編集をしながらテンションをそこに上げていって、合わせていって作品を完結させていくという流れなんですが、今回はディレクターに全部お任せだったんで、その辺のテンションの持っていき方っていうのは非常に工夫、まあ、苦労をしたと。でも目いっぱい私を私なりにまあえぐらせていただいたっていうか、皆さんにご案内できたんじゃないかというような自負はございます。普通この本物のナイスですねってのは、はい、見たときしか言わない。なるほど。それはそうです。ナイスですね。毎回やったら7文字がおつながりエクスタシー。よーいスタート。7文字がおつながりエクスタシー。じゃあいきます。はい、そうです。20年そんなもんだよ。はい、楽しく。はい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 、はい、いいですね。よーい、スタート。あなた様にナイスなおニュース、選べるガチャ開催でございます。6連続のおコラボ開催でございます。虹の言霊5000個配布でございます。言葉ってのは大きな力を持って自分を励ましてくれたりする、知った激励したりしてくれるんですね。あるいは蘇らせてくれたりしますね。そういう意味で言葉ってのはとっても大きな力を持っていますね。だからそういう言葉の力をこう使った何かお仕事、こういう世界ととっても興味があって、ナイスですね。いただいていいでしょうか。はい、ありがとうございました。いやー、もう連れて帰った、はい、最後に私のお好みのお言葉を一言、ナイスすぎます。